ウェブテレビ平沢勝雄チャンネル十二月どうぞよろしく先生よろしくお願いします。先生ね今回スペシャルということでちょっとお聞きしたいんですが、はい、特定秘密法案というんでしょうかね。はい、それに伴ういろいろな意見が出ておりますけれども、ズバリ先生はここでの課題というのは何だとてますか。あのですね、一言でいうと特定秘密の法案というのはこれは絶対必要なんです。はい、で必要なんですけれどもまああの多くの国民の皆さんが 心配されていることも分からないではないので、はい、そういう心配を抱かれることないようにしっかりしたあ法律、ね、そ,ういったそういった疑念をしっかりと払拭できるような形に、えー、していかなければならないとこ、はい、こういうういいととだろうと思いますでまず最初になぜこれ必要かというと、はい、これは、ね、私なんかですねあの例えばアメリカの CIA とか、はい、それからイスラエルのモサドとか それからあのイギリスのですね、まあ、要するに、えー、昔から言われてる MI6 というか SIS、はい、ですね、こういったところと世界中の情報機関とずっと接してきまして、とりわけイスラエルのモサドというのは私、何回も行ったんです。<ー>でそのの時にイスラエルのモサドが 情報をねあの要するにイサルのモサドったら日本赤軍の情報を自分たちが赤軍にやられてるから、はい、あの持ってるんですよ。はい、ところがなかなかくれないんです。でなぜくれないかというと、まあ、理由は二つあって、ね、自分たちが命がけで取った情報をただで日本にやれるかと。えー、一と言で言えば、ねそのはい、もしね情報欲しいならあの金をくれそれともなんか別なものをくれということなんですよ。でそれが一一つつともうつやっっぱり大きかったたののはね自分たちの 情報というのはこれ命がけで取ったもんだからもし漏れたときにはこれは自分たちにとってものすごいダメージになるとですからその辺は日本はきちんと担保できるのかとこれなんですよですから当時もちろん日本にも国家公務員法とかいろんなあれがありますけども要するに国家公務員法なんていうのはどんな情報も一律同じなんですですから今回の機密方法というのはいろんな情報の中で 特,定の特別に重要な情報についてあるいは特別機密を要する情報についてその中の一部を今までももちろん機密なんだけども特別にその重要なものについては特定機密ということに指定して、はい、そしてその罰則を万が一漏洩なんかした場合には罰則を重くしましょうとうこういうことなんですけどこういう法整備が日本の場合はあきちんとできてないとこれだからなかなかな日本には 情報をくれなかったとですから今回の件で、まあ、要するに非常に公開が多かったのは要するにこの特定機密保護法ができると。 あの治安維持法の復活だとか戦前に復帰するだとか物が言えなくなるとか何とかかんとかいろんなことを言ってる人いましたけど全部これ外れですもうとんちんかんとか誤解してるんですんこの辺はきちんと政府が説明しなかったからこういうことになったんだろうと思いますけどもうそういうことじゃなくてやっぱり外国ととりわけ外国との情報交換で外国から情報をもらうってねそうすると やっぱり日本が与える情報ってのは何があるかというと、それは日本の情報って日本は電話をこうワイヤータッピングといいますか、膨張してませんから、向こうはそういうの膨張したいろんな情報があるんですけど、そういう電話の膨張はないから、衛星写真とかね、それからその例えばま、あまあ要するに、なんていうんですかねあ、のあのタレコミで来た情報とか、そういうのはあるけれども、それ以外の外国からまた情報を渡すわけにいかないですから、日本が与える情報ってのは、キャプテン限られてるんですよ。 だけどもその日本が独自の衛星飛ばして撮った写真とかそういうのはありますけどもそれだって向こうだって持ってるわけですからそれはギブアンドテイクの社会ですけど日本はギブがあまりないんですよ、だけども友好国だからじゃああげましょうとしかしその代わりその保全だけは気をつけてくださいよというのが外国ですからその保全が今までしっかりしてなかったからこの保全をしっかりさせましょうとで次にそのじゃあ外国からそんなもらうような情報というのは日本にあるのかと。 特にあ<ー>例えば今このなんていうんでしょうかねテロの時代ですから、えー、国際テロがグローバルに動いてる時代ですから、はい、そういう時には例えばそのテロが日本に入ってくる例えばあの キム・ジョイルの長男がニュあ成田空港に偽造料金で入ってきたのも、はい、あれ外国からもらった情報ですから<ー>ですからああいう形で外国からもらう情報というのは極めて、はい、あの日本にとっては大きなあれになってもプラスになってまして<ー>それでもし日本にはその原発とかあるいは新幹線だとか守らなきゃならないその重要なあのいわばそのインフラがいっぱいあるんですがエリアとか装備とか,とかあるいは施設がいっぱいあるんですけど、はい、そういったところを守るってもっても 要するにそこにその警察官がいて守ってたってこれはもう限界があって<ー>やっぱり守るためにはやっぱり情報を取らなきゃならない、はい、でそのためにはこういったものが狙っているという情報を早く取らなきゃならないうん、うん、それでそのものを追っかけるというのが普通の,この警備のやり方ですから<ー>あるいはハイジャックしそうなやつがいるということになったら早めにその情報を取ってその結局、そいつを追っかけるなり毎日は事前に何か法違反を起こしたら事前に捕まえてやってしまうと。 結構、未然に防げてるみたいです、ね、いやもう今、起こっているのはそのうちの一部であって、未然に防いでいる方がはるかに多いんですから、ですから、日本はそういう未然に防ぐだって、例えば電話の傍聴一つだってあの、簡単にはできないですから、えー、日本はなかなか防,防いでいるというか、日本ではまあそんなにやろうという心にも今までは少なかったんですけど、これからはどうか分かりませんから。えー 今まで日本だってどれだけ外国の情報機関のお世話になったか,というか分からないのはやっぱり日本赤軍,、えー、軍が世界中で暴れ回って、ね、いろんなテロ行為を起こ,起,こ起こした時に、はい、その時に外国の情報機関がどれだけ日本に協力してくれたか分からないんその時に外国の情報機関が日本側に私なんかその時動いたんですけどもその時言ったのは絶対にこれはあの漏らさないでくれよ漏らさないでくれよと。はい いうことなんですけども日本というのは結構あの情報についてのい、まあ、わば訓練を受けていないというかあの感度が鈍いですから<ー>あのもう外国が命がけで取った情報でも簡単に漏らしてしまうことが多いわけですよ。ですから、その意味で言えば私はあの今回の,その法律というのは確かにいろんなあのご批判がありましてね。 これからやっぱり検討しなきゃならないところがありますけれどもこれは私はできてよかったなとただ、どこをこれからいろいろ検討していかなきゃならないかというと例えば情報について国会がどこまでチェックできるのかとこれは世界どこの国でも問題なので。 えー、その秘密の指定から解除まで全部任せるんじゃなくて国会も場合によってはあのあれ関与することはできないからおかしいじゃないかとしかし国会にかあので審議したら全部情報が漏れちゃったらどうにもならないじゃあ国会ではあの情報いくら何喋っても不逮捕特権があるから。 あの面責されちゃうんじゃないかというようなことになってくるとじゃあ国会と政府の関係がどうなるのかとこの辺はこれからしっかり詰めなければまだ十分詰,め詰まってないんです。よこれですからこの辺を詰めなきゃならないし例えば秘密というのは政府の一方的に決められるのか誰が誰にするのかどうかね誰かがその辺のチェックできるのかどうかということで第三者機関を作ってその辺の,あの秘密に指定する基準っていうのを作らなきゃならないんじゃないかと。この辺のの辺第三者機関の あれもあれしなきゃならないし秘密の解除ですねえ、はい、えこれをどこでどういうふうにするのかということもこれもきちんとやっぱり決めなきゃならないしまだ、はい 詰めななななきゃならいいいいいととこころろろがあることは間違いないですけどただやはりこれが必要な法律であると日本は独立国としてやっぱり絶対必要だということは、ね、これはもう間違いないと思います、ね、運用と取り扱いについてはまだまだいろいろと意見を交わしながらきちんと決めていくこともありますし、はいえー、やらなきゃならないことはありますよということを説明しゃっていただいて、はいはい、ただしその先生が警察時代の、えー、もう本当に生々しいご体験ですけどね、はいえー、日本赤軍があれだけ世界でテロを起こしたときに、はい 実は、えー、パスポート情報を秘密にいたねて事前に検挙することができたんですよね、であれができなかったらもう大変なことが第二、い<や>第の事件で起きてたんですよね、そそううですそうです、す。細かなことあの先生も今、まだまだあの警察の OB ですかお話しできないことたくさんありますけれども、はいはい、それで本当に日本の国家が救われたという事実があるんですよね。そそううでで、すね。それでもう一つあの、ぜひ、あの 分かっていただきたいなと思うのは今、ものすごくやっぱり学者とかいろんな方がこれはあの大きな声で反対と言っておられますけど例えば歴史的に見るとねあの例えば日本が独立するときに全面講和にするかソ連を含めた全面講和にするかあのそれともねあのアメリカをというか西側諸国との講和にするかということが言われたときにやっぱり当時の吉田首相はあの共産権を除いたあのいわばねあの西側との あのコアを望んでで独立したわけですよ、はい、これ歴史的に見れば正しかった、はい、それから1960年に日米安保の改定の時もこれまたもう大騒ぎになってもう日本中がひっくり返るような大騒ぎになって要するに日米安保を改定したら日本は戦争に巻き込まれるとアメリカの軍事同盟の中に入ってしまって旧あのソ,ソ連とのからいやいやの,あの、まま、的になるというかね。 拒標的になるというようなことで大変な大騒ぎになったんですけども今歴史的に見たらアメリカといわば同盟関係を結んでそして日本は経済に力を入れてそれで大きな経済発展を遂げ,て遂げることができたわけであの選択は間違ってなかったあの時にもう学者もその有識者かどうかしりませんけどそういう人たちも含めてもう日本中がみんな大騒ぎしたそれから年ですけど私が政治家になって 通信防止法という法律ができたときもこれまたこの法律ができたらもうあなたはもうあのの電話は全部盗聴されるとかもうねその日本は昔の治安維持法の時代に戻るとか暗い社会になるとか自由に物が言えなくなるとか大騒ぎしたんです<ー>ん。<laughs> ところが実際に あれがスタートして十数年経ってますけど、そんな事実は全くない。はい、ですから、あの、あれなんですよね。今いろんな人がね、新聞も大騒ぎしてますけど。あの、一部の人たちが、そのね、一部というか、有識者とか、有名人というか。まあ、いわば、そういう人たちが騒いだから、これが完全に正しいということは、からしも限らないし。うん、むしろ、間違ってる方が大きかった、うん、多かったと、うん、いうことは。 これはぜひやっぱり知ってもらう必要があると思いますしその例えば名前出してね今回絶対反対だって言ってる東大名誉教授がいるんですけどこの東大名誉教授の人なんかねあの勝って北朝鮮がテロなんか絶対することはあり得ないとそれから横田めぐみさんの拉致なんてことはあり得ないなんてことを言ってた人がね その結局、依然として東大名誉教授として今いてそして今回の,あの通信防止法あるいは今回の,この特定機密保護法反対だと言っているわけでですからあの人たちが言うから東大名誉教授が言うからこの有名人のこの人が言うから絶対正しいとは限らないもちろんあのあれですよ、ね、政府が言うことが絶対正しいとも限らないですからあのどこが正しいかというのはやっぱり国民の皆さんにきちんと判断してもらう必要があるので<え>私はあの今回の件は冷静に。 に見てね、はい、やっぱり絶対必要な法律なんで、えー、ただし 国民の皆さんのこういった心配があるなら、その心配を払拭するような形で、でね、ぜひやってもらいたいなと思いますまだでも原発もありますしね、そうです先ほどお話しされた新幹線、またリニアも通りますしね、はいそうですいろいろあの守ってかなきゃならない、本当に大変な大変あのライフライン、たくさんありますからね、そうですね、はい、これ、やはりあのテロからの脅威っていうのは、もう本当に明日起きてもおかしくないぐらいですからね、いねはい、これはもうきちんと国,の国を挙げて守れるような体制というのは、支給、ね、作るべきですよね。そうですねさあ、えー、番組をご覧の皆様も どのようなお考えを持ちでしょうか、えー、いろいろとこの議論についてはきちんとお話をして責任を持って次の世代に引き続かないといけませんね,ねはい、ありがとうございました